人間が打てる技だけでポケモンサファイアクリアできるのかやっていきたいと思います。ルールはシンプル、とにかく人間が打つことができる技以外は打ってはいけません。際どい技が出てきたらその都度判断していきます。よろしくお願いいたします。早速やっていきましょう。はい、じゃあ早速ポケモン選んでいくんですけど、この縛りね、多分格闘タイプとかノーマルタイプを選んだ方がいいんだよな。やっぱりなんか人間が出せる技って言ったら、はたくとか体当たりとか物理技ばっかりなんで、多分ね、水五郎とか選ぶと詰む。多分マッドショットとか波乗りとか打てないから。でキモリもね、なんかリーフブレードとかでしょ。やっぱ人間葉っぱ生えてないですからね。ちょっとここは格闘タイプになるアチャモを選んでいきたいと思います。ほんじゃ、ひっかく鳴き声、これはどっちもできるぞ鳴き声もできるぞ。ポワーグチャグチャグチャとか、トゥ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 とか結構いけるぞ。鳴き声は似てるからな、しかもこれ。ということで引っかいていきましょう。引っかくしばらくもうメインウェポンになりそうだな。アチャも多分どうせ次覚える技ヒノコとかだろ。ヒノコは人間撃てないんでね。あとあれね、多分冒頭の挨拶かなんかで言ったと思うんですけど、道具使ったりなんか人間の体以外のものでやるの禁止ね。ヒノコとかも別になんか炎加えてみたいなことやったらできるかもしれないけど、ダメね、それはインチキね。水鉄砲だって道具とか使ったらできるけど、人間の体だけじゃできないから。でまあ唾を飛ばして水鉄砲ってなんか無理やり解釈できんこともないかもしれんけど、いやできんな。まあそういうのはダメね、基本的に。まあなんか例外というか際どいのが出てきたら、またみんなで使う、出てきたらまあその都度ね考えていきますわ。ポチエナとかも捕まえたいな。まあちょっとレベルには低すぎるから、もっとレベル高いポチエナを後々捕まえましょう。ほんじゃ早速最初のはるかちゃんと戦っていきましょうか。たまーにこの試合負けるからね、なんか敵が急所に当たったりして負ける。まあとプラチナとかだとね、敵がなんか6積みしてくるんだよな。鳴き声とか硬くなるとか普通に強いっていうね。ひっかくだけやっていきたいと思います。お、体当たり、お、お前も人間が出せる技だね。え、いいんだよはるかちゃんは縛りプレイしなくて、いいんだよ俺だけでねえ、はるかちゃんもしも、ほら、こうやって負けんのよ。ねえ、さっき傷薬もらってたからよかったけど、普通に負けるからな、この試合。油断してたら。危な。ほう、やっとるわ、こいつ。不正です、これ。誰かさんみたいに。不正してます。すげえ急所当てるじゃん。危な、負けかけた。ということで、6レベル。まだ技覚えないか。はるか、縛りプレイしてるかと思ったら普通に不正してましたけど。まあ、こんな感じでね、不正とも戦いながら、クリーンな実況者砂川として、人間が出せる技だけで、クリアまでやっていきたいと思います。お、ジグザグマとかいいんじゃない？ノーマルタイプ。多分ジグザグマ突進とか覚えたよな。突進は人間が出せる、最大威力の技じゃないか？突進。アメフト選手とか突進してますからね。ということで、ジグザグマンも捕まえていくか。あと、こいつ特性が物拾いだからさ、いろんなアイテム拾ってきてくれてありがたいから。しかもこれ、エメラルドじゃなくてサファイアなんでね、物拾いで拾ってくるアイテムとレベルが関係ないんで、普通にね、レベル3でも金の玉とか拾ってきたりするんで、まあ、確率低いですけど。エメラルドだったらね、レベル100だと地震拾ってきたりとかありますけど、ルビーサファイアではね、レベル依存しないんで、豆だぬきポケモン。よし。いい感じ。あと、ま、暗黙の了解というか、同じポケモン、同じ種類のポケモン2匹とかはやめましょう。お、ポチエナも来た。3か。まあ、4レベル欲しいけど、まあ、もう3と4とかもう誤差だからいっか。じゃ、ポチエナも捕まえていこうや。多分俺、ポチエナね、最後までの付き合いになる予感がする。悪タイプって貴重だからね。あー、でもアブソルが出るか。アブソル、まあ、アブソルわざわざ探すようなことはしないかもしれないけど、アブソルとたまたま出会ったりしたら交換するかもしれない。レベルに応じて。お、第一村人。カズキだったっけ？カズキだね。トレーナーの名前もめっちゃ覚えてるからね。ネジキだけじゃなくて、方園地方のトレーナーの名前。お嬢様の霊華とか、お坊ちゃまの三つぐとかね。山男の検索は、ゴローニャを再戦6回目ぐらいから出してきたりとかね。昆虫マニアのミキオはアメモース出してきたりとか。6回目以降だと銀の粉持ってたりするんだよな。
泥棒で盗んだりすると思うんですけど、まあ常識だと思うんですけど、そんないちいち今更俺が言うまでもないけど、うわ虫捕り少年とか大変なんだろうな。新一お見送り芸人、キノコとか打ちたいけどね。あ、気合ダメ覚えた。気合ダメは人間できるかちょっと技の説明見ようか。気合を貯めることはできるからな。攻撃を気合、攻撃に気合を込めて急所に当たりやすく、まあもう気合を貯めることはできるからな。問題はさ、なんか字面だけできそうだけど実体できないものとか、例えば穴を掘るとか。穴を掘ることは別に人間できるけど、本当に地面に自分で穴掘って道具も使わずに潜ってなんか地面から攻撃するなんてことは当然できないですからね。そこはちゃんと技で何をしてるか、そこに焦点を当ててね、判断していきたいと思います。だから技の説明とかをちゃんと読もう。際どい技とかあるんだろうな。空手チョップとか、空手チョップはまあできるか。爆裂パンチとか地獄車とか、格闘タイプの威力高い技になってくるとちょっと際どいのありそう。クロスチョップ、まあクロスチョップ一応できるけどな、やろうと思ったら。あ、キノコ覚えた。キノコ覚えたんですけど、キノコはダメです出せるわけないんで、何もない状態からね。まあね、なんかすごい人は炎を口に加えて飛ばしてキノコとかできるんでしょうけど、僕はできない。この日の子は覚えてはいますが使えません、残念ながら。上3つは使えるけどね。そんなこと言ってたらジュグザグマなんか拾ってきてたの。不死ダメタウリンタウリンって売っても4900円だからな。序盤でタウリン使えるの。ちょ、早速じゃあこの基礎ポイントをね、攻撃の基礎ポイントをアチャモに振っていくか。いいね、序盤から基礎ポイント触れて嬉しい俺は。ねえ。基礎ポイント。まあ、ジグザグマが拾ってくるドーピングアイテムはタウリンだけだった気がする。ブロムヘキシンとか、リゾチウムとか。あれ、インドメタシンとかは拾ってこないわ。うわ、つか、エリートトレーナーのドットがエメラルドと全然違うわ。カチューシャついてる。エメラルドカチューシャついてないからね。散々バトルフロンティアとかで見ますけど。結構ね、なんか気づかないとこでね、街のこの草のドットとかもエメラルドと違うんじゃないか、ちょっと。結構変わってるのよ、木のドットとかも。まあでも、エメラルドとルビーサファイアはまだマシか。ダイパとプラチナはめちゃめちゃ変わってるよ、細かいところが。ねえ。はい、ポケットモンスタールビーサファイア常識クイズ。このお坊ちゃまの名前は何でしょうか ?3、2、1。こいつはお坊ちゃまの三つぐです。間違いない。間違ってたら YouTube 引退するわ。はい、三つぐ。こいつね、金の玉とか持ってんだよね。あと、レベル7のくせに回復の薬使ってきたりするんですよ。他のこの2匹も育てていきたいな。やっぱアチャモだけ、なんか1匹だけレベルがバカみたいに高くなってもしょうがないから。16レベルになりました。はい。お、つつくは人間、つつくはちょっと絶妙なところだな。ちょっと技の説明見ようか。くちばしなどを使って、敵をつついて攻撃。くちばしなどだからな。人間なんか、硬いところでつつく。うん、鼻でつつくって言わんもんな。言うか?指でつつくとか言うけどな。くちばしなど、要は硬いところを使ってだろ。爪でつつく、おかしいな。いや指でつつくとかのつつくはでも攻撃のつつくじゃないからな。うん。アウトということで、つつくはダメです。いや、これあったら格闘タイプに、アドバンテージ取れたけどな。お!ということで、アチャも進化でございます。若シャモか?若シャモか?なんだ俺、ポケモン20年やってるのに、若シャモか?どういうリアクション?わからん立場でもわかる立場でもない意味やからん。若シャモか?出てきたけど。懐かしいね、このポーズ。お!そして二度蹴り。二度蹴りはできるだろう。人間でも。二度蹴るだけだからな。二本の足を使って敵を二回連続で攻撃。これはできるな。つか二度蹴りって二本の足でそれぞれ一回蹴ってたんか。同じ足で二回蹴ってるじゃないな。初めて知ったのみんな知ってた。二度蹴りって二本の足で交互にやってるらしい。ということでこれ火の粉消すか。どうせ使えないから。他の三つは使えるからね。ということで火の粉消します。ちょっと世の中にアチャモを選んでここで火の粉消した人いるんかな。この縛りやってないと絶対消さんよな。絶対みんな気合いダメとか消すよ。あとね、生ケロ捕まえました。10日の森で。
あ、寂しがりじゃん。しかも攻撃があって防御が下がる。なわけだね。ノーマルタイプだから出せる技多いかなと思って。引っかくもあくびもアンコールもできるしね。アンコールとかよくオタクがライブでやってるからね。ほんでポチエナとジグザグマン全く育ててないです。いい傷薬ありがたいね。はい、じゃあ最初のジムリーダーのツツジやっていきましょうか。こいつ岩タイプなんでね、まあ若者もで二度蹴り打ってたら終わると思うんすけど。てか後ろの3匹何もできんな。みんなノーマル技しかないからね。まあ、なんか敵が当選棒とかした時にアンコールしてとか。あ、でもこのあくび有効活用してきたな。おい、このあくびちょっとキーウェポン、キー技なんか鍵になってくるかもしれん、このあくびが。ねえ、催眠術とかはね、できないですからね。特殊な人間はできるかもしれないですけど、普通の人間できないんで。ちょっとこのあくびは鍵になってくる予感がしますが、その前にツツジ。私、金積ポケモンジムリーダーのツツジと言います。トレーナーズスクールで学んだことを勝負に生かしたくてジムリーダーになったの。あなたどのようなポケモンでどんな風に戦うのか私に教えてくださるかしらね。ポケモントレーナーズ、あー、こんなタイミングで。日向坂46メッセージアプリだったわ。許す。はい、すべて一すべてはね、正直ね、ワンパンつかツーパンできるんですよ。緑切りで2回蹴ってるから。え、できない、できなかった。乱数か、これ。眼風はこれ素早さ下がってしまうからちょっと困るな。まあでも傷薬を使わせたのはいいか。最初のジムだけですからね、傷薬は。2番目からもういい傷薬になるからね。ほんで4番目からすごい傷薬になるけど、ちょっと素早さ下がったのが。でもノズバスよりは早いよな。あれ、つか一粒って1匹か。あ、そっか、これサファイアだから。多分エメラルドだったらね、ノズバスもう1匹いた気がする。あ、これ気合ダメして急所率上げるか。多分二度蹴り半分弱ぐらいな気がする。これそのうち素早さ抜かれるな。若者になって格闘タイプが追加されたおかげで岩技が抜群じゃないんでありがたいんですけど。うわ、来たね、さすが。抜いてきたね。これ急所、急所臭い。急所じゃないんかい。急所で落とせるな、じゃあこれ。これ全開しないから、あ、終わっちゃった。見どころなし。しょうがない。序盤はしょうがない。若者もが序盤強すぎる。その分ね、第三世代はね、若者も選ぶと、後半きついよね。6番目のジムがナギで飛行でしょ。で、7番目がエスパでしょ、フートランで。で、8番目がミクリで、水タイプだから。6、7、8で弱点使えるんでね、ちょっと後半きついんですけど、序盤楽ですね。さすがにそろそろポチエナとかも育てるか。ちょっとしばらくポチエナ戦闘で、若者もと交換しながら、まだ学習装置持ってないんでね、学習装置はなんか、大悟に手紙届けてからもう一回金積みに戻ってこないともらえないんで、ちょっとめんどくさいんですけど。それまではもうポチエナ戦闘にして交換しながらやっていきましょう。すごいハゲてるね。